鳥居柳原神社は、静岡県沼津市にある神社。式内社で、旧社格は合社。主催人廃止申送検時期は不詳。戦国時代の現在地への潜在以前は、沼津市柳原の場所に鎮座していたという。国史の所見は、日本三大実録上元元年1月17日上の15以上の深海を授けられたという記述である。演式帳では、 伊豆国田形軍に柳原神社名神台と記載され、田形軍唯一の名神大社に列している。また、伊豆国新会長では、十一位秋原の明人の記載も見える。ただし、現社地や旧社地を含む狩野川左岸は、少なくとも、近世以降は、駿河国に属していたことから、この名神大社否定には疑問も呈されている。これに関して、 柳原の地名が残ること、周辺からの多数の遺跡出土状況等により、当地に名神大社が祀られた合理性が認められることから、演儀式以後に、駿河、伊豆の国境移動があったとする説がある。かつては上かぬき村、下かぬき村、全体有神田、我が入道を宇治国一揆とし、古くは大宮大明神、かぬき大明神、 松彦大明神とも呼ばれていたという。戦国時代に、北条氏、武田氏の陛下にあって、社殿他を消失し、天正十八年に柳原の地から現在地に再建、先座されたという。当社は、車両五百国別頭八宝、鮭三十余りを有する大こそであったと伝わる。明治八年二月、近代社格制度において後者に列した。 大浅神社柳原神社の産宮か。柳原神社一説に伊豆国三宮。沼津の柳原神社との関係には諸説ある。所在地交通アクセス。ありがとうございます。